東松山市は埼玉県のほぼ中央に位置するし、人口は約9万人。埼玉県の地理的中部に位置し県内の地域区分では西部地域の北端に位置する。多くの街道が集まる交通の要衝として、古くは鎌倉時代から松山城の城下町、その後は松山神社の神社町として発展した引き地域の中心都市である。池袋へ、 東部東上線で50分程度、TJ ライナーで45分という環境から、東京のベッドタウンとなっている。国際ウォーキング大会で、アジア最大規模の日本スリーデマーチが開催される。焼き鳥の街である。日本三大焼き鳥の街と言われている。気候は太平洋式気候に属する。その影響により、冬には秩父おろしが吹き、かなり寒くなる。 人口は1990年初頭にピークに達し、2010年まで主人公におけるウェイトが高い段階世代世帯の子供の独立などで微減状態になっていたが、最近は高阪地区や東町地区の宅地開発等があり、微増傾向にある。また、東市付近は大学が多く、20歳前後の人口が多い。2018年4月1日現在、9万2025人。 埼玉県のほぼ中央に位置しているため、埼玉のへそ宣言をしている。東市内を北緯36度線が通っている。関越自動車道のねり巻点 36.4km 地点には、その旨が書かれた標識が設置されており、アメリカ合衆国のラスベガスやイランの首都テヘランと同緯度であることが表記されている。市内中央部から西部にかけて、東松山大地、 南部には高坂台地が広がり、両台地上には東部東上線の駅があることもあり、市街地や住宅地が多いほか、北部は引き丘陵を、南西部は岩戸の丘陵の東端部にあたりその立地を活かした住宅団地が多いようである。時川、尾っぺ川、市の川流域周辺は低地となっており、田園風景が広がっているが、高度成長期以降は、 東京のベッドタウン化拡大に伴って宅地化が進んでいる。また、市内の地形は比較的はっきりとしており、台地と低地の境界付近は斜面になっている場所が多い。市内の標高は135メートルから13メートルである。最も高い場所は岩戸の丘陵の物見山三角点が135メートル、引き丘陵の市内区域では、 川越カントリークラブ内に84.6メートルの三角点がある。逆に、時川、オッペ川、市の川周辺部の標高は低く、それは下流である。南東方向に行くほど、顕著になり川島町境界の梅の木、古氷貯水地西,西川に13メートルの標高点がある。東松山駅や高坂駅は台地にあるため30メートル台となっている。 現在の市の中心部にあたる地域は、市政施行前まで松山町と呼ばれ、元をたどれば1333年に、上杉式下の上田智直によって築城されたとされる松山城の城下町として発展した町である。城下町時代は、松山城大手門に至る河野住地沿いの現在の松本町から本町あたりが最も賑やかだったそうである。このあたり、 松山新宿と呼ばれていた一方、街道筋にあたる本町から材木町のあたりは松山本郷と呼ばれていた。また、現在の本町一丁目交差点は、札の辻と呼ばれ交差場が設けられていた。室町時代から戦国時代にかけて、大木谷上杉氏が松山城一帯を支配するが、上杉ともさだが川越野戦で廃止すると、松山一帯は、 北条氏の領土となった。徳川家康が関東入国すると松山城には松平家広が入城し松山藩を立藩した。近代的な城郭都市に発展する可能性も潜めていたが家広の後を継いだ松平忠頼が浜松城に違法となると松山城は廃城となった。廃城後、この地域は最終的に川越藩の藩領となり、 城に近い松山新宿は次第に捨てれ現在の市街地にあたる松山本郷が町の中心になっていったとされる。江戸時代には江戸幕府によって五街道と秋王間の整備が進められ、東市域でも江戸から高坂を経て上州に至る川越児玉王間と八王子から高坂、松山を経て日光に至る日光脇王館道が整備され、松山塾と 高坂塾は宿場町としてにぎわった。幕末になると、川越藩、川越城主である松平直勝が前橋城に居城を移転し、前橋藩となると、飛び地となった引き軍、高麗軍、入間軍、埼玉軍周辺のおよそ6万国の統治を行うために、1867年に松山陣屋が設置され、武家やその関係者、 家族らの移住によって人口が2倍近くに増え、現在の埼玉県域でも、有数の人口を持つ町奉業が管轄する町となった。しかし、幕末ということもあって、わずか5年足らずで、廃藩地県を迎えることになった。明治時代になると、入間県、熊谷県を経て、埼玉県域となり、地域では主に、地族受産事業として、旧松山人や地族が中心となって、 松山製紙工場など、工場や銀行などの企業が起こされていった。交通機関では、1903年には松山町を経由する登場鉄道が計画され、1923年に武州松山駅まで開通。地域には、高坂駅、武州松山駅の二つの駅が設置されるなど、交通網も整えられていった。第二次世界大戦中には、空越区に、 陸軍松山飛行場が建設され、また隣接する吉見町の吉見百血近辺では、中島飛行機の地下工場が建設され、地域に工事関係者が多く集まるなど軍事色が濃い町ともなった。1954年7月1日、埼玉県下12番目、県内の東上線沿線では、川越市に次いで2番目の市として、市政施行を行い、東松山市となった。 高度成長期になると東京のベッドタウンとして交通の便が良い東松山駅や高坂駅周辺を中心に人口が増加した。高坂ニュータウンや東松山マイタウンに代表されるような住宅団地が次々と造成された。1954年9月13日、支障を制定する。1975年8月8日には、 関越自動車道川越インターチェンジ東松山、インターチェンジ間が開通し、交通、物流の拠点地点化が進む。明治の大合併1889年4月1日に行われた明治の大合併により、弟子駅では以下の枠組みで合併となった。平村は、現在の比企軍時川町西平にあった同盟の比企軍平村と区別するためにそれぞれ等なる村。 西平村となり、元宿村は、現在の川越市東元宿にあった同名の比企郡元宿村と区別するためにそれぞれ西元宿村、東元宿村となったものである。昭和の大合併1954年7月1日に、比企郡松山町、大岡村、唐子村、高坂村、野本村が合併し、東松山市となる。平成の大合併。 平成の大合併ブームの中、当初は、引き広域市町村県組合構成全十、市町村での合併を構想。2003年に、引き軍川島町、引き軍八戸山町を除く8市町村で任意の合併協議会が設けられたが、協議が難航し解散。その後、隣接する引き軍吉見町と、法廷合併協議会を設置するも、新市名をはじめとする。 様々な分野で条件が折り合わず、東松山市議会による離脱決議を受けて解散し、協議は終了する。2006年、秩父郡東秩父村との飛び地合併について一部報道機関により報じられたこともあったが、当時を当事者とする市町村合併に関する協議は公的な形では行われていない。2020年4月1日現在、職員数は812名。 行政職組織10部45課、医療職組織2部16課。整備計画事業中の土地区画整理事業事業、完了した土地区画整理事業その他以下の区画整理事業は、地域住民の反対や事業が長期にわたることなどから、凍結、休止された。詳細は、東松山市議会を、参照詳細は、2019年、埼玉県議会議員選挙を。 参照投資では、明治維新直後から旧松山人や氏族によって、松山製紙工場に代表されるような企業が盛んに起こされた。重工業の進出は1940年に、ジーゼル機器が投資に、同社初の工場を設置したことに始まる。現在においても、ロッシュ東松山工場は、同社の日本国内における中心的な工場で、この工場の誕生によって、 自動車機器などのボッシュ関連会社が市内に多く設置され、当市の経済に大きく関わることになった。高度成長期になると、1975年に関越自動車道東松山インターチェンジが開通し、信号地区に東松山工業団地が造成されるなど、交通アクセスを活かした工場の進出が進んだ。当市は埼玉県のほぼ真ん中で、県内各地に向かう。 幹線道路が集まる場所であり、また広域アクセスにおいても関越自動車道に加え、首都圏中央連絡自動車道に近いことから、近年では物流拠点として開設する企業が目立っており、2012年からくずぶくろ地区に造成中の東松山くずぶくろ産業団地の分譲が好評なことから、さらに今後5年間で石橋、松山、宮花、大谷地区に 工業団地を新設すると発表した。本社を置く、主な企業拠点を置く、主な企業東松山工業団地詳細は、東松山工業団地を、参照東松山くず袋産業団地藤曲がり、産業団地古くから、引地方の中心都市として商業が栄えた土地で、スーパーマーケット、マミーマートは、当地で創業した800新が発祥である。また、 北軍小川町で発祥したファッションセンター島村のチェーン1号店や日本マクドナルドの社員フランチャイズ1号店があった。このように市内からチェーン展開が始まった企業も多く、東松山証券を形成している。また、市外への買い物先は川越市や東京都内といった東部東上線によって結ばれている都市が主に挙げられる。 東松山駅周辺東松山駅東口から市役所周辺にかけての地区は商業施設や商店街が密集しており当市の中心地区となっているエリアである商店街もボタン通り商店街丸広通り商店街材木町商店街一番街商店街と数多く存在している近年では買い物環境の変化によりかつては市内で一番賑やかだった 材木町周辺の商店街は衰退しつつあり、より東松山駅に近いエリアに集約される傾向がある。大坂駅周辺、大坂駅、西口周辺においては、周辺大学に通学する学生人口が多いことから単身者向けの店舗が多い傾向にある。これは、学生は自動車を所有してない割合が高いことから、郊外店の影響を受けにくい傾向にあり、 これが、高坂駅、西口周辺が学生街としての独特の証券を形成する結果となっている。ロードサイド型公外店市内では、国道407号東松山バイパス沿い周辺に、ロードサイド型店舗が集積している。特に小松原町新宿町にかけての区間、及び、東町周辺などに集中する。現在その代表的存在とも言えるのは2010年に、 オープンしたピオニューオーク東松山で120店以上の店舗で構成される埼玉県中部地域最大規模のリージョナル型ショッピングモールとして市内外から人が集まる場所となっている。主な商業施設ピオニューオーク東松山、丸広百貨店東松山店、国道407号沿道のロードサイド店、大型ショッピングモール複合商業施設百貨店、 総合スーパー食品スーパーディスカウントストア、家電量販店ホームセンター商店街商業団体1960年頃に、市内には松山映画劇場と松山銀映劇場の2つの映画館があり、松栄は近接では唯一の新作映画、銀映は B 級映画や片落ち作品が主に上映されていたが、銀映は1970年代には閉館した。 一方の松江は1990年頃建て替えられ、東松山シネママリオンと改場、東部東上線沿線では、池袋、川越と並んで、従来型映画館が残る町であったが、シネコンブームの波に押され2004年頃に閉館してしまったため現在では、市内に映画館はない。かつては、旧京和銀行、旧埼玉銀行、旧桜銀行、旧西部信用組合、 旧小川信用金庫もあった。旧共和銀行は、旧埼玉銀行との合併に伴い朝日銀行となった後、窓口業務は旧朝日銀行東松山支店と、旧朝日銀行東松山駅前支店と2行あったが、東松山支店に統合された後、東松山駅前支店の建物は、残り、埼玉リソナ銀行の ATM コーナーとして利用されていたが、 東松山駅構内に ATM が設置されたため現在は ATM は撤去され建物だけが残されている。また旧桜銀行東松山支店は1998年に旧朝日銀行に事業場として閉店後、跡地は公園となっている。旧西部市によ組合は新名町に支店があったが経営破綻により解散した1999年に 業務を旧朝日銀行東松山支店が継承し、支店施設は売却された。埼玉県信用金庫東松山支店は以前、東松山駅西口にあったが、旧小川信用金庫から営業譲渡を受けた後、小川信用金庫東松山支店の建物であった場所に移転している。銀行信用金庫労働金庫、証券会社国内海外上記のうち、 高坂地区の大技、島田、野本地区の大技、高津は区域が極めて狭く定住人口もないため、現在ではもっぱら土地登記状等の地名として用いられているに過ぎない。それぞれ隣接する引き組吉見町、坂戸市にある同盟の地区の一部を編入したために生じた区域である。オッペ川対岸の坂戸市側に、 周囲をすべて同士大技片柳に囲まれた東松山市大技、多義の飛び地が存在する。主な病院東松山市内の私立中学校、小学校における普通教室へのエアコンは2013年度に全校に設置された。大東文化大学大学、その他、高阪駅を最寄り駅として、引群八戸山町に、東京電気大学、山村学園短期大学、 東松山駅を最寄り駅として、引群吉見町に武蔵川丘短期大学が存在する。高等学校、中学校、小学校幼稚園、特別支援学校学校教育以外の施設市内には2つの図書館、1つの図書室がある。以前は移動図書館もあったが、2007年8月31日をもって廃止になっている。 引き広域市町村県域内公共図書館の相互利用協定により引き群、秩父郡東秩父村に居住、通学通勤しているものなら利用可能である。2005年8月2日から坂戸市立図書館との相互利用が開始された。2007年には熊谷市立図書館との相互利用も開始された。郵便番号は市内全域が355から 00xx。 である。市外局番は市内全域が0493。同一市外局番の地域との通話は市内通話料金で利用可能。市内局番は21から39だが、近年では市内局番の番号不足により59、81も使用している。収容局は東松山第2局、大阪局、兜山局。市内には大小の 数多くの公園があり、人口一人あたりの公園面積は16.80平方メートルと埼玉県全体の平均である5.54平方メートルを大幅に上回る埼玉県内でも公園が多い市である。なお、国営武蔵川丘両森林公園は当市にあると案内されることがあるが、市域と隣接する部分はありながらも公園内に、市域は含まれていない。 東松山駅東口、高坂駅西口東松山市内には、東武東上本線の東松山駅と、高坂駅があり、池袋駅からは約50分ほどである。途中の和光市駅より、東京メトロ有楽町線、副都心線に直通しているため、新木場駅や元町、中華街駅への直通電車が運行されている。東松山市内の路線バスは、 深夜急行バスを除いてすべて、東松山駅か、高坂駅を発着地としているが、両駅を結ぶ系統は存在しないため、搭乗線でのアクセスのみとなっている。鉄道駅間を結ぶ系統としては、東松山駅からは、高野瀬駅、川越駅、熊谷駅の各駅を結ぶ系統が、高坂駅からは、小瀬駅を結ぶ系統がある。 東松山駅発系統、大阪駅発系統、東松山市内循環バスが運行されている。公共交通空白地域である大岡地区と空子地区へ向かう2路線がある。タクシーの営業区域は県南西部交通圏で川越市、所沢市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。路線バスとタクシーの中間的な利用方法の 公共交通機関で路線バスのように乗る場所、降りる場所が決められており途中下車や寄り道はできない。コミュニティバスとの乗り継ぎの場合は、バス運賃が無料となる。東松山インターチェンジ国道254号、国道407号埼玉県、子ども動物自然公園ファイル、高坂彫刻プロムナード .jpg 高坂彫刻プロムナード、高田博厚彩彫刻群。 埼玉県平和資料館の展望塔や弓稲荷神社ボタニエン大屋が用と、動物園展示施設自社史跡その他、出身者ドラマ小説行政観光。ありがとうございます。